復帰をお祝いするっていうことで、はい、今はねうちでねシャンパンバーやってるんで、はい、ちょっとシャンパンでお祝いでもしよう。シャンパンバーやってるんですか、はい、どこでやってるんですか。クリニックのビルで。クリニックにシャンパンバーやってるんですか今。やってる。はい、追加ですけど、うんまあ、ここから2本目の動画になってるんですけど、はい、今開けますね。開けてください。はい。なんか大変じゃないですか。セキュリティ。セキュリティすごいな。はい。こんな感じになります。はい。今はまあ、あの、先ほど話した、はい、人狼をやる時の天国ルーム。天国ルーム。ててね、シャンパンバーなんですか、これ。シャンパン、バー、ね。ここが。はい、すごい。ここでね、あの、嘘つきたちの様子をね、見るわけですね。できるんですね。ステンション、内装すごいですね。うん。シャンパン出して、シャンパン。そんな感じなんですか。そんな感じなんですか。はい。冷えてる。はい。先ほど。これは何ですか。これはね、あの、ストラディバリウスっていう、ね、バイオリン目、はい、シャンパン、はい、バイオリンの高いのを加えてて、ね。高いって言っても、まあ、そんな普通に高いぐらいです。普通どんぐらいですか。そんな高くない。先生の普通わかんないんですよね。美味しければいいっていうね。自社ビルですよね。自社ビルです。本当に何でもありますよね。何でもある。これ営業してるんですか、パートして。いや、今はしてないけど、この間やったっていうだけですけど、ね、うん、お客さん集めてやったっていう。これは、つまり、道楽的な道楽的な感じです、ね。じゃあ、お金取ったりしないですか、ここで。あ、取りますよ、うん。あの、お店の人が取って、まあ、ちょっと、諸話代をいただいたぐらいの感じだと思います。まあ、自分が飲みたい時に飲めればいいかなっていう。はい、いいっすね。すごい。これね、山田孝之くんがデザインしたって言ってね、買わされたんですけどね。ほんまかなみたいな。あれデザインあの、はい。ありがとうございます。すごいっすね。いいっすね。いいっすね。これチョコレートだけど、王子はチョコレート食べない。食べますよ。食べます。食べます。これドバイのチョコレート。ユダさんの家にあった気がする。マジですか。そう有名らしいです。ピスタチオのチョコレート。うん。なんか向こうの方で潜んでる感じがする。うん。話したらいいのかみたいな感じです。今回あの CM を、はい、お願いして、はい、まあ紆余曲折あったけど、まあ。はい、やっていただけると、はい、はい、もう心身ともに健康なんですよね。心身ともにはまあそうですね。心身ともに健康ですね。パワーアップします。よりパワーアップ。はい、じゃあ期待できますね。はい、うん、期待してください。これから僕の活躍に本当ありがとうございます。本当ありがたいお話ですよ。うん、こちらこそ本当に、AGA のね、はい、やり始めた時はね本当にバーッと破竹の勢いでね行ったんですけど。うん、ちょっとこう世の中的にも増えてきたんで ね、うん、CM 打とうかなっていうことなんですけど、うん、で麻生先生は何歳ぐらいの時からお金持ちになったんですか。お金持ちを自分が意識したってことですか。まあお金持ちのね基準定義は難しいですけど、お金なかった時あるんですか。ありました、あります。僕がね大学病院から美容外科に来る時、はい、岡山の病院で働いてたんですけど、神戸の美容外科に就職したんですね。岡山から近いからね。その時引っ越し代がなかったんですよ。何歳ぐらいの時ですか。28、9ぐらいじゃないですか。引っ越し代ないから竹富士で借りたんですか。借りました。50万。お医者さんなのに。お医者さんそんな時期があったんですね。竹富士カードっていうの。その時給料どんくらいあったんですか。50、60万あったじゃないですかね。50万。大学病院とバイトとかで、うん、でも親がこう岡山に来て家賃払ってみんなのご飯とかなんかしたらもう何も来らないんで、でなんか自分が稼がないといけないなと思って美容外科でアルバイト始めたんですけど、はい、岡山大学辞めて美容外科行くっていう時は引っ越しだらない状態で、うん、とりあえず50万借りて、はい、でまあその次の月に給料が100万ぐらい振り込まれるっていうので、はい、50万借りても大丈夫かなって。でも振り込まれるまで本当ドキドキでした、本当に振り込まれるのかなみたいな。そこから自分で独立して、全然トントン拍子。そうですね、1
回こう2、3軒病院やった時はもう部長なんですよ、ね、でもなんていうのかな、だんだんと会社で横領があったりとか、東京進出する時とかお金使ったりとかして会社潰れかけましたね。そんなことあったんですね。なって、うん、最初からこうじゃないですね。最初からこうじゃないんですよ、うん、まあでもみんなそうっすよね、うん、だってこういう姿を見てるからこういう感じなんだなって思うかもしれないですけど、やっぱそれね、こうなるまでにストーリーはありますよね、やっぱり。ありますあります。だからね、その竹富士のカードを返した後ね、はい、ハサミ入れても二度と使う気もするね。もうそういう人生は嫌だ、お金に苦労するのは嫌だ、それしない、決めた。もう貧乏の美の字も嫌い。今も何周もできますよね、人生。そうですそうですねって言っちゃうところがいいですね。どんなに稼いでもやっぱりお金ってその人の、あの器で逃げていくと思うんで、やっぱり自分がちゃんとした器じゃなかったらお金持ってることできないんですよね、うん、取られちゃいますよね、うん、10億円稼いだ人にはやっぱり10億円分の詐欺が来ます。まあ確かに、100億円稼いだ人は100億円のね詐欺があるんで、小室哲哉さんが一世風靡してめちゃくちゃ稼いで、はい、人生何周っていうぐらいだったのに、うん、晩年の方でこうなるじゃないですか。まあそうですね、まあ、もちろん彼は音楽の才能があるし、まあ、困りはしないとは思いますけど、僕もそういう時が来るかなっていう恐怖は常にあります。いやでも自社身に持ってたらそれ売れば保険かけまくってるじゃないですか。まあ、バイオリン売るとか、そう、車売る場ね、とかありますけど、はい、もうでもやっぱ恐怖ないです。ここから落ちたくないっていう恐怖。いやー、僕はもうなんか恐怖はないですか。ボールっていうか一回やられて落ちましたからね。でも、うん、お金じゃなくなった感はあります。正直 YouTube とかやらないで会社の経営やってた方が絶対お金っていう意味でも儲かると思うんですよ。そうですね、それも不思議なんです。でももう一回こう表に出ちゃった以上、もうその道を行くしかないなっていう、うん、そんな感じの気分です、ね。まああと会社やっていくらお金持ってても、まあそれはそれで虚しいじゃないですか。お金持ちでも幸せそうじゃない人がたくさん見てきた人いると思うんで、うん、そうね。こういう発信することは影響力を持つことはお金じゃ買えないものなんで、はい、そういう意味ではすごい特殊なことをしてる。うん、常識を覆せるからね。まあそうですね。自分の発言で。それすごいパワーだと思うんですよね。だって、昨日、ひろゆきさんが言ったこととかは、もう、みんながそうだそうだとかなったり、ね、やっぱりホリエモンのコーナーとかになるから、はい、それはすごいパワーだなと思うんですよね。まあでも、自社ビルあるっていいっすね。何回も。いや、でも考えてください。でももう、ビルいっぱい建ってるじゃないですか。それだけ自社ビルオーナーがいるってことですからね。まあ確かに。そうなんですけど。そんな、赤坂に。運よくね、自社ビルも手に入れるっていう経験ができましたけど、まあ僕のミスによっては失うかもしれないんでね。いや、失わなくないですか。売ればお金になる。売ればお金になるんですけどね。騙されちゃったりとかね。あるじゃないですか、うん。やっぱ今もあるんですか、そういう話みたいな。いや、もうそんな話ばっかりですよ。投資しませんかとか、なんや、コインがどうとか、土地がどうとか、会社 M&A しませんかとか、そういうの全部断ってます。断ってます。どうしてます、うん、自分からやりたいことは自分から行くんで、うん、自分で調べて自分で行くんで、うん、向こうから来る話で、うん、いい話って一個もないな ないですないし、聞きないですよ、うん、そんな時間を奪われるから、だからそれを最初に言ってほしいですよね、うん、その話をしたいからって言ってくれたらいいけど、うん、一回ご飯行きましょうとか友達のふりで来るじゃないですか、はい、時間取られるじゃないですか。やっぱりゲートキーパーが必要で、そうですね、うん、もう不動産はこの人とか、はい、この M&A はこの人とかいう感じで、もう役員に会ってもらうようにしてるんですけどね。うーん、本当にいい話を逃したくもないので、一応耳は傾けるんですけど、まあ保険系はこの人、うん、向こうから来る話でいいの、何もないです。何もないです。うん、まあでもそういう時間、時間っていうか、うん、まあお金になんかそんな執着しなくなっちゃう人もいます、ね。逆に、まあ、お金欲しいっちゃ欲しいんですけど、お金よりも再生回数。まあそうですね。なってきますよね。僕もそう。何を目指してるか分かんなくなってきました、最近。数字を追いかけるから、
再生回数の数字なんでね、再生回数回った先に何があるんだろうなっていうのがあるんですよ。街で声かけられるぐらいのことなんだけど。いつまでやるんですかねっていう話もあるし。あ、それありますよね、最近。やめ時が難しいですよね。そうそう。これみんなじゃあこんな毎日ずっとやり続けるのかなって話もありますよね。攻めてる時はいいですけどね。一旦休まれて、もう YouTube も見られなかったって。はいはいはい、ね、はい。休まれてどうでした？もう良かったです。良かった。素晴らしかった。パワーアップした感じが。素晴らしい経験ができました、本当に。何をしたんだろう。なんか、何も考えなくていいんだろう。僕の仕事はなかったです、本当に。はい、1ヶ月。はい。いや、休めて良かった。逆に。ね。はい。たまに休むこと必要ですよね。そうですね。うん、はい。みんな待ってる、待ってたと思いますよ。うん。王子が帰ってくるのね。僕みたいなところのコメントにも、あの、王子を助けてあげてくださいとか来て、助けるもクソも、こっちが助けてほしいわぐらいの。CM 頼むよみたいな。復帰されてよかったですよ。はい、まあ、大体これで会話取れたと思うので、はい、これが撮影なしで。そうですね。飲みましょう。飲みましょう。はい。はい、一旦カメラ。はい。一回カメラ来て。すみません。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしく。うん、ちょっと重大なことを言い忘れたんで、もう一回カメラ回してるんですけど、はい、ちょっと僕がご迷惑をかけて、CM が。6月25から、はい、流れる、CM 流れる予定だったんですけど、うん、予定が変わりまして、はい、はい、すいません。GS キングリンクの CM は、7月16日から流れるので、はいはい、皆さんチェックしてみてください。はい、お願いします。本当ご迷惑をおかけしました。ご迷惑をおかけしました、本当に。まあでもやっぱ7月の方がね、うん、いいかもしれないなと思ったので。そうですね。はい、ありがとうございます。すいません。無事復帰されたということで、はい、ありがとうございます。ここから爆進していきますので、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。